琴根川水循環センターより、上流方向を振ると川水循環センター北西方、吉場天満宮方向へ至るかかり掘り水は、埼玉県久喜市の大田地区を流下していた水路である。主として農業用水とし、中掘り落ち川と中落ち掘り川との間の地域を考えし、水田などの用水に用いられてきた。水源は、新規掘り水の分流より、 現在の久喜市九東三丁目にて分水し、東方へ向かい流下していた。その流末は、吉技前の基地は天馬宮の南方にて、中堀を地下へと至っていた。現在、上流域は、大田と地区核整理により、市街化し、都市排水路として用いられる。またこの流域では暗渠化され、流路の地上部は、歩道として利用されている。伊通り伊藤の流域では、 つぼりの流路として水田などの農地の中を流下しているが、ことね川水循環センターの北側では、同施設の造成などで、部分的に流路が残存するのみとなっており、かつての一本としての完全な流路は失われている。今日の流末はことね川水循環センターの北西付近にて、中堀を地下へ排水されている。当時考えしていた流域は主に、大和西と、 大技吉羽根である。またこれらの大技のうち一部は現在の茎東である。ありがとうございます。